金美りは、日本の国際経営学者。学位は修士。多摩大学経営情報学部教授、多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学アクティブラーニングセンター長。文科省、大学の世界展開力強化事業委員会、キャンパスアジア事業推進メンバー及び、共通教科書編纂委員会副委員長、寺島文庫塾アジアユーラシア研究会、 代表漢字。専門は国際経営学と国際関係学。研究領域は企業戦略、グローバルビジネス、アジア経済、朝鮮半島、アジアユーラシアダイナミズム。所属学会は日本マネジメント学会、北東アジア学会、現代韓国朝鮮学会など。兵庫県神戸市生まれ、朝鮮大学校経営学部経営学科を卒業。 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学専攻の修士課程を修了し修士を取得。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関係学専攻の博士課程を単位取得後退学。神戸朝鮮高級学校教諭、朝鮮大学校経営学部講師、朝鮮民主主義人民共和国金日成。 総合大学経済学部、招き調講士、三井物産戦略研究所を経て現職。情報ライブミヤネ屋、新報道2001、ワールドビジネスサテライト、BS アサヒーマ世界は、BS フジライブプライムニュース、直撃ライブグッディ、グッド、モーニング、TBS ラジオ行島博司のおはよう一直線、韓国系 BS ラジオ成功予感等への出演歴がある。 ありがとうございます。